羽生結弦、北京五輪出場へ。3連覇向けチーム羽生がすでに指導。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。絶対王者の思わぬ結末に日本中がどよめいている。3月20日から行われた世界選手権に出場した羽生結弦24。昨年11月の GP シリーズロシア杯で右足首を負傷して以来。 4ヶ月ぶりの実戦復帰となった今大会。21日のショートプログラムでは出遅れるも、23日のフリープログラムでは圧巻の演技を披露。総合点で今シーズン初の300点超えを記録し、誰もが羽生の優勝を確信していた。しかし、レイサン・チェン、19がさらにそれを上回る今シーズン世界最高の323.4に点を叩き出し、優勝したのだ。フリーを終えた羽生は、 悔しげな表情でこう語っていたもっと強くならなきゃいけないなと痛感しています。自分にとって負けは死も同然だと思っているので、本当に勝ちたいです。次のシーズンに向けては時間もあるので、怪我しないように。その上で追随されないようなぐらい強くなりたいなと今は思っています。果たせなかった王座奪還。だが実は、羽生は赤杯を糧にしてさらなる高みを見据え始めている羽生選手は、 すでに2022年の北京オリンピックに挑戦する意向を固めているそうです。ブライアン・オーサーラコーチ陣からも準備を進めていると聞いています。チーム羽生はすでに動き出しているのです。目標はもちろん金メダル以外ないでしょう。フィギュア関係者、確かに羽生の言動もここへ来て変化を見せている。今シーズン開幕前の昨年8月に行われたインタビューでは競技者として終盤に差し掛かった という質問に対して、それはありますと回答した羽生まるで引退を示唆するかのようなこの発言は、多くのファンを動揺させた。しかし、最近では、みんながどういう演技をしても自分が頂点に立つという気持ちも、もちろんあると答えるなど、どんどん以前の羽生武士を取り戻してきているようだ。そこで気になるのが年齢だ。北京五輪時には彼も27歳。 最大のライバルとされるネイサン・チェンが現在19歳であることを考えると、さすがに厳しい戦いが予想される。だが、20年以上にわたりフィギュアスケートの取材を続けてきた、ジャパンタイムズ上の記者、ジャック・ギャラガーさんは次のように語るユズの体型はフィギュアスケートに適した体型だ。そして、太ってしまう人もいる中、彼は完璧な体型をキープしている。おそらく30歳を過ぎても変わることはないはずだ。 さらに、最近ではスケート選手の選手生命も長くなっている。ロシアのセルゲイ・ボロノフ選手も31歳で未だ現役だ。だから譲る場合は、北京が最後のオリンピックではない可能性だってあると思う。これは私の望みでもあるが、彼には長くスケートをしてほしい。さらに、羽生にはどうしても3連覇を果たしたい理由があった。これまで男子フィギュアで五輪3連覇を達成したのは、 スウェーデンのギリスグラフストローム、去年44ただ一人。それも90年前の話。もし、羽生選手が3連覇を達成したとなると、近代フィギュア史上初の開挙。彼はいつも誰も成し遂げていないことに挑戦してきた。今回も伝説の王者になる。という意気込みが、彼を3度目の五輪へと借り立てているのだろう。ジャックさん、そんな羽生の極秘特訓を目撃した人物もいる。 羽生のチームメイトでもあるジェイソン・ブラウン選手24だ。彼は2月末にジャックさんがホストを務めるウェブラジオアイスタイムポッドキャスト出演。その中で羽生の練習ぶりについて鬼軍曹と評していた。ジャックさんもこう語るジェイソンがユズを鬼軍曹と表現した意味はよくわかる。彼はとにかく練習熱心。リンクに立って2分以内には4回転を飛んでいたそうだけど、 そこからして普通とは違う。ゆずはいつもまるで本番と同じように練習をする。彼はその大切さを誰よりも理解している。だけど多くのアスリートはそこまで熱心に練習しない。そんな真剣なゆずの姿を見てジェイソンも驚いたんだと思うよ。また10年にわたって羽生を取材してきたスポーツライターの野口美恵さん箱を太鼓板を押す羽生くんの実力からいけば 北京五輪の時点でもまだ世界トップグループにいることは間違いないでしょう。フィギュア選手の一般的な年齢でいけばかなりのベテランですが、彼であれば3連覇も十分可能なはずです。それだけ今の羽生くんの演技、プログラムは世界最高レベル。これを超えられる選手が他にいるとは思えません。心配な点があるとすれば、年齢的に体力が落ちていくことや怪我をしやすくなること、あとは、 古傷のリハビリも続けていかなければならないことです。つまり自分との戦いになるでしょう。世界選手権直前のインタビューで、羽生は挑戦者の顔をこう覗かせていたオリンピックという一番大きな試合で一番高いところに行けて幸せは掴み取ってはいるとは思うんですけど、貪欲なんで、もっともっと競技者としての幸せを掴みに行きたいと思います。さらなる幸せを求めて、 絶対王者の新たな冒険はこの先も続いていく。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。